俺は木下和也、20歳、都内で一人暮らしをする大学生だ。彼女はいる。ごめん、他に好きな人できちゃった。別れよ。ブロックされてる。もしかしてもう好きだって男と。レンタル彼女。どうせ相当盛られたブスが来るに決まって。カズヤ君だよね。可愛い。この子の彼氏は相当鼻高いだろうな。あの子可愛い。ああ、あれはグローライトテトラ。詳しいの？一応アクアリウム趣味で。すごい。で、そちらのお嬢さんは？彼女だ。はじめまして、水原千鶴と言います。ラインじゃ。はぁ、早速帰って歓迎の宴の準備じゃ。無茶言うな、おふろ。お前こそ何言っとるか。カズヤがこんな結婚有料ナイスバディのベッピンを連れて来る。結婚有料バディ。もうセックスはしたのか。しなさい。してよーし。夜でも昼でも好きなだけ。ばあちゃん。バカ。せーの。でもそんなんじゃダメ。もうそんなんじゃほら、心は進化する。